ソシオディプスって、どこを見てるんですいや、カーシーは、要はあなたの行動があなただよ。うん。って言うじゃないですか。うん。ソシオディプスは、あなたの何があなたの考え行動で全部です。全部って言われるんだ。全部っていう流れでしたよね、今まで。カーシーさんの、まあ、僕、あんまその MBTA とかカーシーさん、最近追ってなかったんで、最初にカーシーのこと最近調べたんですけども、この面にあたって、はい、あの、カーシーさんの理論を見ると、おそらく感覚的な、要はその、物的な分、客観的な側面に焦点を当てることが大事だっていうことを、多分主張されてるんだな、と思いました。まあ、それをタイプだって言ってる感じですよね、カーシー博士は。うん、もう心の中のことなんか分かんないでしょって。で、そしたらもう出てるものを見た方がいいよっていうのが多分カーシーですよ。それだけじゃないよねとも思いますもんね。そこを、別にそれは否定はしてないんですよ、カーシーは。そこ考えても分かんないからこっちを見ようよっていう、多分僕みたいな考え方ですよ。出てる行動もそうだし、考え方みたいなのも、そうですよみたいなところじゃないですか。勉強と実践ですね。ただちょっとコツをつかめばあのついついついていけると思います。そうです。まあまあもしくは SI とは何か。多分そういうなんかいろんなのを理解してあのガンマとか、はいはいはい、こういうサブタイプとか理解すると、はい、多分直感の人はなんとなくあこれだみたいな感じになるんじゃないですか。あそんな感じです。はい。おすすめするのは最初にサブタイプをやるのをおすすめします。どっちかっていうと診断するときに、はい、はい、そうですね。あの4つしかないっていうのも1つなんですけども、うん、あのサブタイプって一応その説明の中ではそのよりその何だろうなその訴訟の基本的なタイプっていうのがもう精神のコア奥にあるもの、うん、でサブタイプってその周辺にあるものなのでよりその外に出てきやすい特徴っていうことですね。なんであの観察がしやすいのはサブタイプの方なんですよ。なんでそこを糸口にしてこういうサブタイプなんだな、じゃあその人の潜在的な本質的なタイプは何だろうっていうふうに言ってこがまあスムーズだと思います。いきなりタイプを判定する。 INTJ でもクリエイターはいるんですね。いますね。はい、表金 INTJ でも、まあ、アイディアマンで、まあ、ちょっとまあそうですね、表金な感じというか、はい、まあ、表金、まあ、アイディアマンですよ、多分。まあ、そうですね。アイディアマンっていうふうに言ったら、まあ、ひょうきんな印象を受けることが多い人ですかね。なんて言ったら。多分、なんか、ちょっと変わったアイディアを出すからじゃないですか。ああ、そうです。ユニーク、うん、ユニークな感じですね。はい。で、そこを拠点にいろんなタイプを見ていくみたいな話じゃないですか。ああ、そうです。そうです。そうです。そこが表に出てる部分。アイディアをいっぱい出す人、みたいな。そうすると、クリエイターのところのいろんなタイプをこう見ていく、まあ、当たりをつけてだとは思うんですけど、定義に厳密なのが S で定義の拡張や類推をやるのが M っぽい。定義に厳密なのは、内向合理っていう判断です。なので TI とか FI とか TI とか FI っていうのはまあ倫理に関してやっぱ厳密化していこうとか論理に対してより厳密に整合性を取っていこうとする、まあ、心理の働きなので、あの、まあ、定義をできるだけこうしっかりこう形作っていっていくっていうことなので、そこはまあそうなんじゃないかな。でただそうするとあの固定化してくるのでどっかでブレイクスルー する必要が出てくるんですよ。でそれを例えば NE とか SE とかっていうその外交非合理な機能が今まで人類の歴史の中ではおそらくになってきたんじゃないかなっていう感じですね。答えを聞きたいって言ってるんですよ。どう役立てるんやと、うんうん、1番これをやるこれをやる3番これをやるとゴールに行けますよ伊藤平さん頑張ってくださいって言われると、うん、やりますってなるんですけど、うん、もう見えるからいけるじゃないですか、うん、で今言われてるんですよ、うん、山瀬美先生から、うん、違うともっとくれと多分、まあ、理解がまだ追いついてないからってなるんですか。だと思う。それはあると思う、うん、先生はよく INFP の方切れるところがわからないとか、まあ、僕はあまり切れ散らかすことはない
ですね。心のこういう、なんていうんでしょう、浮き沈みとか。ああ、それで言うとですね、ちょっとそれはソシックスで少し言及がありまして、その気分の浮き沈みに関しては。先ほどサブタイプの中で、その、クリエイティブタイプって言った人とノーマライザーって言った人っていうのは、気分の浮き沈みが、まあ、少ない方だっていうふうに言われてるか、ある感情 を持ったらそれが一定期間続く人たちだっていうふうに言われてるんですよ。ノーマライザーとクリエイティブタイプ。え、そうなんですか。はい、っていうふうに、まあ、言われてますね。比較的です。ドミナントタイプとハーモナイザーっていうタイプの方がよりそのアップダウンが激しいんだっていうふうに言われますね。まあ、要は一回起こったけども次の瞬間にはケロッとしてるとかってことができたりとかしやすいとは言われてます。で、僕、うん、気持ちの浮き沈み常に沈んでるっていうのは常に沈んでるとか常に怒ってるみたいなところじゃないですか。まあ、そうですね。一度なんか例えば誰かに恨みを抱いたら一定期間それが続いちゃうとかまあ、っていうのはあるっていうのを読んだことはあります。まあ、僕、まあ、実感としてもまあなくはないかなって感じですね。全く合わないみたいな、ソシオニクスでは説明される、うん、ありますね。まあ、やっぱり比較的その相対関係っていうのは、例えば共同で何かに当たるとかっていう時にすごい理想的な、なんだろう、責任分担ができたりとかする関係性なんですけども、それが全くうまくいかない関係性っていうのもやっぱりありますね。まあ、衝突関係とかって言われたりとかする関係ですけど、その衝突しやすいんですかと思いますよ。かなり難しいと思います。例えば、まあ、衝突関係にしても相手の嫌なことを自然にしちゃうんですよね、お互いに。そうか、お互いにしたんです。相手の、まあ、つつかれたくないところをつつき合っちゃう。ただそこにいるだけでみたいな、ような関係性なんですよ、それって。何も思ってないんですよね。じゃあ、はい。何も思ってないんですよね。悪気はなく。悪気はなくやってる。ああ、そうです、そうです。悪気は特になかった、悪意がなかったとしても、その誰かがやる方法だ、誰かの行動だったりとか、何かにアプローチする方法だったりとか、そういうのがすごく嫌だったりとかするんですよ、お互いに心理的に。で、じゃあもし仮にじゃあそれでもなんとかこう一回衝突を起こしたとしても、じゃあもう一回環境を修復しようって仮になったとしても、その瞬間からまた情報代謝がずれ始めるんで、また絶対どっかで衝突するんですよ。まあ、それは経験はありますね。もう合わない人は合わないですもんね。うんうん、そうですね。悪気ないのに怒らせたりとかもありますしね。まあ、僕はよくあります、はい、僕でもありますもんね。この人嫌味っぽいとか、別に嫌味なんか何も一つも言ってないのになとか思って。単純に嫌味なんて言わないですよ。言わないですよ。だから価値観が合ってるからじゃないですか。そうですね。相対関係は、衝突がやっぱり、まあ、起きないってことはないんですけど、起きたとしてもすぐやっぱ収束しちゃうって言われますね。恋愛関係でもおそらく同じ。まあそうですね。恋愛関係とかで、まあその、相対関係の人を好きになる確率が多いかというと決してそうじゃないと思いますよ。相思相愛になる確率が多いかというとそうじゃないと思います、それは。あ、だけども、はい、もし相思相愛になってこう二人でこう新生活を始めるとかっていう共同プロジェクトを始めようってなったとしたら、その時にそれぞれの得意分野を生かし合いながらうまく家庭を運営できるとか、まあそういうことはあるかもしれないですね。で、まあ悪い関係はさっきの話ですよね。少しずつお互いになんか普通にやってることが嫌な思いしてるみたいなことが起きるよっていう。これが第1位と第14位だと捉えていいんですか？まあ、まあ、ちょっとそんな分かりやすくしたくないのが本音なんですけど、だけど、まあ、はい。まあまあ、そうです。はい。そう言っていいと思います。順位というか、まあ、関係性の話ですよね。はい。あまりそうですね。相性を良い悪いで判断するのは、まあ、あんまり、なんか、スマートじゃないなとは思います。簡単に良い悪いでは。うん、衝突が多いよっていう関係性って話で、悪いとは言ってないってことですよね。そうですね。はい。衝突しますよって関係じゃないですか。衝突関係、まあ、わかんないですけど。
まあ実際に、まあ僕の経験で言うと、まあ僕、その以前勤めていた職場に、その衝突関係にあたるタイプの人が、まあ上司の上司、一個飛び越えた上司でいたんですね。で、まあ結構前なんであれですけど、なんかぶん殴られたりしてました、僕。会社で？その時は。会社でですか？会社でですね、リアル暴力。そうです。で、そうです。その、まあ、要は実力行使を伴う、実力行使っていうものが、その、暴力に当たるものとかっていうものが、まあ、その、要は正当な手段であるとか、あるいは、ま、通常の手段になっている心理タイプっていうのもいるんですよっていうのがソシオニクスなんですね。そんなタイプがいるんですか？そんなタイプも、やっぱりどうしてもいるんだっていうのをソシオニクスはちゃんと説明してるんですよ。力で、強制して何かを解決するっていうことが必要だと。いうタイプもいるんだと。で、僕は EII だっていうタイプって言いましたけど、そういう、まあ、SE っていう力に対して非常に脆弱なんですね。すごく、こう、まあ、暴力的に威圧的に対応されると、僕はもう、うーってこうなっちゃうタイプなんですよ。どうしても。なので、僕目線で見ても本当に怖い人でしかなかったし、実際にもう暴力も振られたし、もうとんでもないやつだったなってなるし、おそらく彼の目線からすると、なんか、なんだろうな、もううじうじしてて、弱っちょろしくて、なんか全然、なんか、使い物なんだやつ、みたいな風に思われてたんじゃないのかなと思いますけど。まあ、暴力が力で解決するっていうのは、まあ、人類が生き延びていく中で、例えば、ライオンに打ち勝たなければいけないとか、あるいはこの戦争で勝たなければいけないっていう時に、やっぱ力って絶対、その、代謝しなきゃいけない情報の一つなんですよ、心理が。なんでそれを積極的に使っていく人たちっていうのはやっぱりいるっていうことですね。要は、本当に、なんだろうな、もう、すぐ、因縁つけて、こう、威圧的になってくる人たちっているじゃないですか、街中でもいたりとかするじゃないですか。やっぱそういう人たちのことを思い浮かべれば、まあ、かなと思いますけどね。あれはタイプ？まあ、タイプはあると思いますよ。その、まあ、今こういう時代だから、実際暴力振るかどうかは別として、でも威圧的な人はいるじゃないですか。いる、うん、はい、そうですね。はい。法律でそこをやっぱりこう、提言してる部分があるので。うん、法律なかったらもう、ぶん殴ってるだろうな、みたいな人もいるじゃないですか。あ